どうもタブヤンと申します。今回はウイニングイレブン5ファイナルエボリューションで日本対韓国戦を行いたいと思います。コナミカップで第3戦目ですね。前回惜しくもオーストラリアと引き分けて2位に甘んじてしまいました。韓国は2連勝で1位。さあ3試合目いきたいと思います。日本対韓国ですね。前回は現代風4231をちょっと試してみたんですけど、支配率は、60% とできたんですけども、得点がね取れなかったんですね。ワントップなかなか難しいかもしれませんね。今回は3つ目ちょっと3バックを試してみたいと思います。352ですね。メンバーは川口、OK、宮本、松田、森岡、ボランチに戸田、中田浩二、左中村俊輔、右小野伸二を抜擢して、ワントップ下に中田英寿、モリシーと柳沢ですかね。調子のいいのは誰だ？お、柳沢調子悪いな。じゃあちょっとゴンちゃんを出しましょうかね。お、戸田がちょっともう疲れちゃったね。戸田の代わりいるかい？戸田の代わり。連携のいいやつがいいね。服部か。服部にします？ちょっと元山も一回出したいんですけど。ディフェンス陣疲れてますね。よし、これでいきましょう。韓国は442。さあ、行くぞ。競技場よりお送りしています。フットボールを愛し倒している皆さん、こんばんは。ジョンカビラです。ジョンカビラさん、解説はおなじみの新藤克也さんです。新藤さん、よろしくお願いします。選手が入場します。さあ行こう。選手たちを圧倒しています。オプションとしてのね、3バックね、352でいきたいと思います。のフォーメーションで臨みます。コナミカップは442。さあ行くぞ。ゾーンプレス、ゲームが始まります。小野、光棒、ボールを下げました。バックパスです。森岡、自分で取れた。4球、森岡、そして小野、小野からのスルーパス、ゴンちゃん、ゴンちゃん追っかけて、アンジョンウィン、オッケー。5分経過。自分で行くか。松田。ああやばい。ハットリ。ナイスハットリ。森島、中山。ああワンツーミス。ワンツー失敗。右からのセンターに。おほほ、自分で動くのかこれ。10分過ぎました。おっと、俊介の、ハットリ、ナイスハットリ。おお、戻れ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 。さやばいよ。仕掛ける。宮本、ああ宮本、ああディフェンスを引き締めないと。ディフェンス、ディフェンス、戻っていこう。やばい、かわされた。おー、あぶねー。ポストクリア、クリア。15分経過。オッケー、ゴンちゃんいけ、頑張れ、一人で頑張れ。あー、ファールじゃないの。ノーファール。プレス、プレス、プレス。残
トーレスが宮本、オッケー、森島、20分経過、中田浩二、裏行け、小野伸二、無理か、おお来た、いったー、これはオーケー、ゴンちゃんどっからでも打つね、枠いってるよ、ショートコーナー、アンジョン、あー、ミスった、ショートコーナー、プレッシャーを与えます、味方が手を挙げてますよ、オーケーオーケー、服部、さあいい位置でのペッ、ん、服部俊介、本名ホジョウス、の順位クロスボール、クリアクリア、おー危ない、かぶっちゃったよ、おい、危ない危ない、さて新藤さん、日本ここまでの試合どうご覧になりましたか、サイドを積極的に使うべきですね、そうですね、どうもありがとうございます、仕掛けます、森岡、前半の OK、クリアクリア、やばい、おお助かった、スリーバックむな、難しいな、大きくクリア、得点を待ちきれないサポーターがゴール裏に陣取り姿勢を上げています、出たバックパス、中田秀俊、ああ中田めん、前半あと10分です、中田浩二、よし行け、ポンちゃん行け、イミン、あー切り返せない、森岡、中央だ、これからしばらく大事な時間になります、チャンスですね、前方へ中山、うん、これはいいパス、やばい、戻れ戻れ、森岡、前半終了まであと5分、あと5分、おお厳しいな、森岡、あーコーナーはやばい、ーーやばい、ピンチピンチピンチ、ディフェンスディフェンスディフェンス、このゲーム勝たないと優勝できないですからね、コナミカップ、同点ではダメですよ、やばいやばい、シュート、おナイスキープ、ナイスキャッチ、川口、代表チームでもゴールキーパーを務めています、川口、縦に出します、前に出した、中田秀俊、小野、イ・ヨンピョン、わー縦へのパス、切り返しはまずいなこれ、おー自分で行くか、狙った、これはゴールキックでしょうか、おっと、うー厳しいなこれは、なんか攻撃の糸口がつかめないですね、選手交代かこれは、両チームここまでの、よし選手交代しよう、ボンちゃんとモーリシーね、西澤出しちゃうか、西澤ね、うん、ポストプレー、そして中田秀より俊介をトップ下にして、サイドに元山デビュー、これでいきましょう、選手の交代が行われています、さあ行こう行こう、さあ後半戦が始まります、おお、やばい抜かれた、あぶねえ、ああちょっとミスだな、それは、さあしっかりつないでいこう、あやばい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 、キャップ疲れた、よしクリアクリア、あほほほ、危ねえ、
展開だ。中村、小野、中村、チャンスですね。細かくつなぐ。ああなんで今仕掛けます。おほほほほ、アンジョン、おボランチ戻ってこい、ボランチ戻ってこい。おい、沈んでいくか。ハットリ、ナイスハットリ、ディフェンス力あるね。元山行け、一人で行け、一人で行け行け行け。ナイスザリム、後半から。そして、おお、シュート、おおの順位も、やばい、ボランチ戻ってこい。いいですよ、イ・ドング、松田、オッケー、中山、ト・ジョージ、西澤、フリーフリー、あーオッケー、そこブラボー。あードリブルしすぎた、ゴンちゃんらしいね。来た、細かすぎるよ。元山のドリブルいいよ。あードリブルしすぎた。サイドからやっぱ元山から攻めていこう。ラストタッチはの順位も、おっと、元山来た、ね、元山いけ、力強いドリブル、イ・ドング、あー競り負けた、しっかり戻れ、よし、中山、面白いところに出しました。主審、あオフサイドか、よし、今日は決定力が不足しています。そうやね、決定力ね。あーやばい、これやばい、チャンス、あーキーパー出ずに、危なかった、ゴールを割らせました。いやー取られたらいけないところで取られましたね。ここまでのもうこのミスが大き多いな。 54%、 韓国 46%、 日本ゴール支配率で上回っているものの、やばい、得点できません。やばい、よし、2人で取ったよ。ハンキョン、よし来た、元山来た、いけいけ、いったー、あーゴンちゃん、イ・ドング、松田、あースペースを作ります。パス、あーやばい、よし宮本、ナイス、ナイス宮本、中山疲れてるかな、よし前向いて、小野も上がっていって、西澤、あー西澤学園、おー反響、抜く、強いこいつ、松田、あーやばい、おーオッケー、うーここで選手交代、怖いね。さあ前にボールが出ました。さあどっから行く、森岡も疲れてるね。自分で行くか、止まるんじゃない、あーダメか、ラスト5分いけ、同点だと負けですよ、どう展開するのか、やばいぞ、西澤、あやばい、アンジョンが、プレス、松田上がっていけ、そして中村、西澤、違うなぁ、コンビネーションが西澤ちょっとイマイチだね。ハンキョン、元山、
やばい、ボコボコ抜くされた。おーい、やばいよこれ。ラストチャンス、カウンターカウンター、やばいやばいやばい。おー、なんだと。日本無得点、引き分けに終わりました。無得点か。3バックオプションとしてどうなんかな。ここです。うまくつきましたね。今のプレー違う角度からご覧いただきます。それではあまり見せ場がなかったですね、これ今回ね。3バックね、ちょっと慣れてない感もありますけどね。敗れてしまいました。韓国おめでとうございます。ゴールラン柳沢か。結局最後のね、カウンターで合ってるってことになるんですけどね。はい、わかりました。じゃあそれで戦っていきましょうか。オプションとしてね、3バックと4-2-3-1もありだと思うんですけどね。はい、次からちょっと、本格的なカップ戦か、リーグ戦か考えてプレーして勝ち抜いていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。残念。他にもファミコン動画がたくさんありますので、よかったら見てください。チャンネル登録がまだの方はぜひぜひ登録をお願いします。